読みニュースチャンネル。ポップに復活、ふんどし女子増加中、バレンタインも追い風に。日本古来の下着ふんどしが今再び話題を呼んでいる。日本男子のスタンダードは戦後の洋装化に伴ってその影を潜めていたが、2011年頃からイメージを一新し再注目。以前は無地などのシンプルなタイプが多かったが、最近はドットや花柄、和柄などポップな模様やカラー展開をしたおしゃれな商品が目を引く。そんなファッション性の向上に加え、健康や美容効果への期待度も高いことから、男性用という概念を超え、最近では20代後半から40代前半の女性を中心にふんどし女子が着実に増えているという。ふんどしの復権を語る上で欠かせないのがバレンタインデーの存在だ。実は2月14日は数字の語呂合わせからふんどしの日でもある。普及活動を行う日本ふんどし協会が2011年12月に制定したものだが、同協会ではこの偶然をふんどしの奇跡と呼び、その年からバレンタインギフトとしての提案を行っている。同じ記念日であることがプラスに働いていると語るのは、同協会で会長を務める中川圭司さん。一大イベントの勢いに押されがちと思いきや、バレンタインの話題は毎年必ず取り上げられるので、ギフトとして提案しやすいですし、変わり種としてもインパクトがとても大きくていいんです。最近はふんどしの日、バレンタインに向けたフェアの実施にも取り組んでいる。東京小田急百貨店新宿店では1月28日から2月17日までの期間限定でポップアップストアをオープン。昨年に引き続き2回目となる今年は、メンズとレディースを合わせて全10ブランド100種類以上の商品をラインアップする。 SNS 映えする点もポイントとなり、客層は20代前半から60代後半まで幅広い。今年は初日から好調で、昨年の倍の売り上げが見込まれているという。2月某日、友達との買い物で偶然ブースに立ち寄った29歳の女性は、色や柄が可愛かったので彼氏へのプレゼントとして購入しました。健康にも良さそうなので、もし彼が気に入ったら私もつけてみたいと思いますと。冷え性や生理痛の緩和にも一役、じわじわ増えるふんどし女子。このように夫や彼氏への贈り物として購入した女性自身がふんどしの魅力に気づきハマっていくケースも多いという。その魅力というのが、ふんどしの秘めた健康&美容パワー。ふんどしはゴムで締め付けないので、血液やリンパの流れが滞ることなく、睡眠の質を上げることができます。男性機能のアップにもいいと聞きますし、女性の方は冷えやむくみ、生理痛の緩和にも役立つみたいです。ふんどしといっても様々な種類があるが、現代版にリメイクされ人気を集めているのは、1メートルほどの布に胴回りの紐をつけた最もスタンダードな越中ふんどしと、紐パンのように両脇で結ぶタイプのモッコふんどし。着用するのが難しいイメージがあるが、一度覚えてしまえば簡単に着脱することができる。昔のように仕事中など常時ふんどしというのはさすがに勇気がいるが、最近では日中に通常の下着で過ごし、風呂上がりや就寝時のみ身につける夜だけふんどしのスタイルが流行っている。ふんどしの日が制定されて今年で4年目。同協会では
1億2000万人総ふんどし化計画と題し、2020年までに日本人1人1枚の所有を目指し活動を行っているが、バレンタインの奇跡も手伝って業界全体で売り上げはすごく伸びていると思いますと中川さんは言う。今年のバレンタインデーは甘いチョコレートとともにユニークなふんどしを添えて彼にプレゼントしてみてはいかがでしょうか。